ヒラリカ選手が、自身のツイッターを更新。グランプリシリーズ出場報告とともに、華麗な4回転ジャンプを披露し、ファンを大いに喜ばせています。今季からブノは、李翔氏の指導のもと、ショート、フリーともに新プログラムにチャレンジしている紀平。文面に、今年のグランプリシリーズはフランス杯に出場決定しました、と、来月13日から開催のフランス大会に出場することを報告。続けて、グランプリシリーズに向けて、毎日練習頑張ります、昨日の4回転サルコーです、と綴り、4回転ジャンプをする動画を公開した。動画の再生数は、11万を超える人気ぶりで、チェックしたファンからは、4回転サルコー美しいですね。4回転も安定感抜群ですね。スピードもキレも最高。かっこよすぎて感動。涙が出てくるほど嬉しい。などと絶賛のコメントが数多く寄せられています。